世界選手権自転車競技大会トラックレース2009は2009年3月25日から3月29日まで、ポーランドプルシュクフの BGZ アリーナで開催された。男子個人スプリント男子競輪男子、チームスプリント1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。 4 0キロメートルポイントレース5 0キロメートルマディソン4キロメートル個人、追抜け1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。4キロメートル団体追抜け1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。1キロメートルタイムトライアル1 5キロメートルスクラッチ。 男子オムニアム女子スプリント 25km ポイントレース 3km 個人、ついのけ1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。500m タイムトライアル女子、チームスプリント1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。 女子競輪 10km スクラッチ 3km 団体追抜け1から4位選手の予選タイムは、で表示。5から8位の成績は、予選時のもの。女子オムニアム、ありがとうございます。